はい、皆さんこんにちは。今日はですね、新しいアプリの紹介をしていきます。Adobe Fresco っていうですね、 Adobe から出た新しいねイラストアプリの紹介をしていきたいと思います。皆さんお待ちかね Adobe Fresco だと思うんですけど、ようやく出たのでね、これの解説動画ですね、ちょっとさっくりやっていきたいと思います。で、この Adobe Fresco なんですけど、特徴としてはですね、ベクターデータとあとラスターデータがどっちも扱えるアプリになります。ベクターデータっていうのはパスとかあとベジ曲線って呼ばれるこうイラストレーターモードみたいな感じですね。で、ラスターデータっていうのはイコールピクセルとか画像編集とかの時に使うモードなんですけど、まあフォトショップモードと思ってもらったらいいです。なのでフォトショップでお絵描きするのとイラストレーターでお絵描きするのがガッチャンコしたようなアプリと思ってもらえればいいです。で、もう一つ特徴があってですね、これ水彩絵の具とあと油絵絵の具っていうのがあって、これがめちゃくちゃすごいです。Adobe 先生っていう Adobe の人工知能の機能があるんですけど、それがですね、この水彩のにじみ感だったりとか、あとは油絵のこの厚塗り感を、人工的に作ってくれるんですよ。で、これがね、もう感動的に本当にすごいので、今日はね、これをちょっとメインに紹介していきたいと思います。はい、じゃあアプリ立ち上げたらですね、初めこんな画面になってるんですけど、左側にサイドバーがあって、ここにですね、学習っていうタブがあるんですけど、ここにですね、たくさんアプリの紹介ですね、使い方の解説動画とか載ってるので、ここね一番最初にレコメンしておきます。わからなくなったらこことか見てください。で、キャンバスなんですけど、ここに現在の画面のサイズっていうのがあるので、これがですね、皆さんが持ってる iPad の画面のサイズに合わせたキャンバスサイズです。なので特に指定がないときは現在の画面のサイズでいってください。で、左側にツールバーがたくさんありますね。ここでブラシとか色とかをね決めていくんですけど、一番上がピクセルブラシで、真ん中がライブブラシで、一番下がですね、ベクターブラシっていう、この3種類のブラシがあります。で、このピクセルブラシの中開いてあげると、さらにねブラシがたくさん入ってるんですけど、ここに入ってるブラシたちは基本的には他のプロクリエイトとかフリップスタジオとかで使われてるブラシと似たような感じだと思ってください。ピクセルで作られたブラシです。で、これブラシの種類ですね、すごいたくさんあって、使ってみるとめっちゃ面白いんですけど、例えばこれね、アクション線っていうブラシなんですけど、あの漫画とかでこう放射線状にわーみたいな感じで線出てるやつあるじゃないですか。こういうのとかが簡単に描けたりします。で、私ね、漫画とかあんまり描かないんで、ちょっとこのアクション線を使ってウニとかね描いてみた。可愛いでしょ。で、あとはですね、こういうスクリプトブラシですね。なんか iPad でおしゃれな文字を書きたいとかいう人いると思うんですけど、まあそういったブラシとかも結構揃ってていいなと思いました。で、特殊加工っていうボックスの中にまたね、すごい面白いのがあるんですけど、これとかだと羽っていうブラシなんですけど、あとはにじみとかシミっていうブラシがあって、これがね、めっちゃリアルなんですよ。ちょっとね、こうやってタッチしてあげるだけですごいリアルな表現が出てくるので、まあイラストレーターさんとかね、ちょっとしたテクスチャーを加えたいときはこれ使ってあげると、すごいね、絵に味が出るんじゃないかなと思います。で、次、ライブブラシいきますね。ライブブラシは水彩絵の具と油彩絵の具っていうのがあるんですけど、まずはちょっと水彩絵の具から描いていくと、こんな感じでね、ちょっとタッチしてあげるだけでじゅわーっとこう絵の具が広がっていくんですよ。で、例えばこれ左側の色をちょっと変えてあげて、上から重ねていってあげると、この前に塗った色と新しく塗った色がですね、うまくね、こう水が混ざっていく感じ、これがね、すごくリアルです。もう他のアプリには絶対出せないような表現なんですけど、こういう表現がこのライブブラシの水彩絵の具で作ることができます。で、これアップルペンシルを離してもこの絵の具がじゅわーっと広がっていくんですよね。で、広がり続けるので、その広がりを止めたいときは右側の設定項目の中にレイヤーを乾かすっていうボタンがあります。で、これを押してあげるとこの水分の広がりがピタッと止まるので、このレイヤーを乾かすボタンもね、うまく使ってあげると、あの綺麗に描けると思います。で、次、油彩ブラシですね。油彩ブラシはすっごいリアルな油絵を描くことができます。
で私ねこれが一番フレスコの中でお気に入りの機能なんですけど、ね、油彩ブラシの中に油彩厚塗りっていうブラシがあるんですね。でこれを使ってあげるとこの絵の具が重なってる感じとかボコボコした感じがすごい忠実に表現できます。でこんな感じでちょっとねズームしてみるとここ凹凸とかねあるの分かると思うんですけど、こういう本当に絵の具で描いたような表現が、描くことができるのがこの油彩ブラシです。でこの油彩ブラシとかさっきの水彩ブラシがなんでこんなにリアルに描けるかっていうと、Adobe の Adobe 先生っていう人工知能ですね、 AI の人工知能があるんですけど、これを用いて描いてるからすごく本物みたいに描けるんですね。なのでライブブラシっていうのはイコール AI が作ってるブラシみたいな風に思ってもらえるといいと思います。でスポイトの話をちょっとしておきたいんですけど、色を取るときはカラーピッカーから取るか、もしくは画面をグッて長押ししてあげるとスポイトになるので、ここで好きなところに指持っていってあげて色を取るっていう風な形でやってあげるとかなり早いと思います。でこのライブブラシなんですけど、このツールバーの下に、カラーをリロードっていうボタンがあります。ちょっとこれを説明しておきますね。でまずこのカラーリロードをですねオフにした状態で色を塗っていきます。でまず緑の色をこう一色塗ってあげて、次違う色をですねこの上から重ねます。でそしたらこの色2色がですねミックスされたような形になるんですね。でこの状態で違うところにまた色を塗っていってあげると、今この2色のミックスされた色がこうやって重ねて塗られていく形になります。でこんな感じでどん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 色がこう混ざっていく形になるので、いっぱいやりすぎると色が汚くなっていくような形になります。でこれがカラーリロードオフの状態です。で次カラーリロードオンで塗っていくんですけど、さっきと同じように緑色をまず塗ってあげて、この上からブルーを塗っていきます。でそうするとこの2色は混合するんですけど、アップルペンシルを画面から離すと一回カラーがリフレッシュされて綺麗なブルー色でもう一回塗ることができます。なのでこんな感じで一回アップルペンシルを画面から離すとカラーピッカーで指定している色に戻るので、あんまりねこの絵の具を混ぜすぎたくないっていう人はカラーリロードをオンにした状態で、でもっとリアルな感じでキャンバスの上で色を混ぜながら絵を描きたいっていう人はカラーリロードオフにした状態で描いてあげるといいと思います。ちょっとねここの使い分け難しいかと思うんですけど、やってればですね覚えてくるのでぜひ触ってみてください。で次ですねベクターブラシいきます。ベクターブラシはこんな感じですごいシームレスで綺麗なラインが描けるブラシのことです。でベジュ曲線と呼ばれる線を使って描いてるので、後からこのラインを大きくしても小さくしてもジャギーにならないというか、ずっと滑らかなラインをキープしてくれるのが、ベクターブラシもしくはベジュ曲線と呼ばれるものですね。で色塗りたい時なんですけど、左のツールバーにバケツのツールがあるので、それで色取ってもらってこうやってポンポンポンってタッチしてあげるだけで塗りつぶされるので、これはすごい早いなと思いました。で、このフレスコなんですけど、ちょっとできないことがあってですね、直線とかあと楕円正円とかあとは長方形正方形とかを描くことができないです。プロクリエイトとかだとね、こうやってグッてこうホールドしてあげると綺麗な直線とかが描けたりするんですけど、それはですねフレスコにちょっと機能がないので、そこはね今後アップデートとかでどんどん機能が追加していってほしいなって思うところですね。やっぱりデザイナーとしてはね直線が引けないのは結構きついので、イラストレーターさんとかだといいかもしれないんですけど、そこは今後楽しみにしたいなと思ってます。でこっからなんですけど、ちょっと実践的にさっきのライブブラシの水彩絵の具を使って少しイラストを描いていきたいと思います。で今回はこういうちょっとね抽象画チックな絵を描いて、この iPad のね壁紙にしていきたいと思います。でまずはじめ薄い水色を取ってあげて、左下のツールバーのところにここ、ブラシ設定の項目があるんですけど、ここで水分量っていうのをコントロールできるところがあるんですね。でここでこの水分量をこうマックスぐらいにしてあげて、タッチするようにこう描いていってあげます。でその後ですね、ちょっと濃い青に切り替えてあげて、この上からね重ねていってあげる。でこの時もちょっとタッチするようにねポンポンポンって水を垂らすような感じで塗っていってあげると、すごいねリアルな感じが出てきます。
で次ですね、新しいレイヤーをここプラスボタンで追加してあげて、濃いブルーの色を真ん中にねちょっと走らせたいので、結構濃いネイビーを取って、同じようにね水彩ブラシで描いていきます。でここまでできたら、今レイヤーがですね上の濃い青と下の薄い青で分かれてると思うんですけど、これを1個のレイヤーにまとめていきます。でまとめるときはレイヤータップすると下のレイヤーに結合っていうボタンがあるので、これを押します。でそうするとこんな感じで1個のレイヤーにまとめられるので、この状態で水彩ブラシ、また水彩ブラシを使って、この濃い青のところと薄い青のところの境界線をですねちょっとぼかしていきます。でぼかすときはこの水分量をすごく高めてもらって、この境目のところをポンってタッチしてあげるんですよ。そしたら分かります？こうやって色がじゅわーって馴染んでいってる感じ。これをですね全体にまぶしていきます。であんまりね色が広がりすぎるっていう場合は水分量とかを調節してあげて、トン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 馴染ましていくとすごいねいい感じのリアル感が出てきます。でこんな感じで水彩のベースのところが完成です。で新しいレイヤー1個上に追加してもらって、ここにですね油彩のブラシで、もう少しテクスチャー加えていきます。で油彩ブラシのさっきの厚塗りっていうブラシですね、これで上から描いていくんですけど、ちょっとね金箔っぽい表現をね上に描いていきたいので、ちょっと黄色とか白っぽい黄色を使って描いていきます。でブラシのサイズをですね結構小さくしてもらって、この状態で上に乗せていく感じですね。ちっちゃい粒をたくさん描いていくような感じで塗っていきます。でそうするとですね、さっきの厚塗りのブラシがですね凹凸感出してくれるので、ちょっとモコってしたような表現になるんですよね。なので金箔のちょっと立体感っていうのが生まれてきます。でここまでできたらですね、ちょっと黄色の濃い色を取ってあげて、シャドウっぽい感じのところをですね、付け加えていってあげます。でこの要領でシャドウの部分とあと白を取って、ハイライトの部分をねちょんちょんちょんって塗っていってあげると、よりね立体感が出てきます。でここまでできたらほぼ完成なんですけど、ちょっと最後一つ tips として、この油彩ブラシと水彩ブラシをですねミックスしてあげるとかなり面白い表現が出てきます。今これ油彩ブラシ塗った上に水彩ブラシの青色を取って、こうやってなじましてあげると、こう油が溶けたような表現が出てきます。これもね結構面白くて、なんか何かに使えないかなと思って今いろいろ検証中なんですけど、まあ、いろんなブラシを使ってにじましたり、まあ、ミックス油でミックスさせてあげたりするとですね、結構オリジナリティあふれた絵が描けるかなと思うので、ぜひ皆さんね試してみてください。で最後仕上げですね、このブルーのレイヤーもうちょっとね色を、まあ、再度高めたいというかパキッとさせたいので、1個レイヤー複製してあげます。で複製した状態でこの右上のレイヤープロパティっていうパネルあるんですけど、ここから描画モードを変更することができます。で例えばなんですけど、この描画モードを、蒸散にしたりとか焼き込みカラーとかいろいろあるんですけど、ここで変更してあげると、こう重なった色の、コントラストをかなり強めてくれたりします。なのでここから今回はですね焼き込みカラーにしようかな、焼き込みカラーにしてあげて不透明度をちょっと下げてあげると、このコントラストがねいい感じになるので、ここでねちょっと色の調節をして最後終わりたいと思います。でこんな感じで完成にしたいと思います。で最後書き出しするときなんですけど、右上に書き出し項目あるので、ここから公開と書き出しを押してあげると、書き出し形式がいろいろ選びます、JPEG だったりとか PNG だったりとか、あと PSD 形式でも書き出しすることができるので、まあ、Mac とかね MacPC の方に送りたいときもレイヤー別々で、送ることができます。で今回はですね JPEG 保存にしてあげて、写真フォルダ開いてですね、こっから壁紙に設定していきたいと思います。
で設定するときはさっきと同じように書き出しボタンですね、写真アプリの中の書き出しボタンを押してあげて、この下にですね、壁紙に設定っていうところがあるので、ここを押してあげると、まあ、ロック画面に設定するかホーム画面に設定するかっていうのを選ぶことができます。で今ロック画面に設定したんですけど、設定するとこんな感じです。結構ねこの抽象画的なアブストラクトな表現がねロック画面にはいいんじゃないかなと思うので、こんな感じのを作ってみました。でこんな感じでこの絵は完成にしていきたいんですけど、もしですねこの Adobe フレスコの作品でいろいろ見たい人はですね、ぜひおすすめのアーティストがいて、田中ラオウっていう画家がいるんですけど、この人が描いた Adobe フレスコの絵は本当にすごいです。で彼はねもともとアナログで絵を描く人で、紙とかあと壁画とかを描くアーティストなんですけど、まあ、デジタルで描くこともできて、その人がアドビフレスコで描いた絵が本当にすごいので、彼はねなんかインスタグラムとかフェイスブックとかいろいろソーシャルネットワークで絵をね公開してるみたいなので、よかったらね概要欄の方に載っけておくので、アドビフレスコを勉強したい人はですね、ぜひ田中ラオウの絵を見るといいと思います。でこれ今彼のねインスタグラム見てるんですけど、アカウント名ラオウ田中かな、ラオウ田中ってアルファベットで検索してあげるとすごいたくさんアドビフレスコで描いた絵が出てくるので、ぜひ気になる人は要チェックしてみてください。はい、ということでですね、今日はこんな感じで終わりにしたいんですけど、1個前の動画で iPad Mate っていうオンラインコミュニティを作ったっていう話をしたんですけど、今日描いたこの絵ですね、 Adobe フレスコで描いた絵のオリジナルデータっていうのを iPad Mate の方に投稿しておくので、ぜひね iPad Mate 入ってくれた人はこのデータダウンロードして、私がねどうやって描いたかっていうのをレイヤーとかね見てもらえると嬉しいです。であと昔書いたプロクリエイトの絵のデータとかも一緒に投稿しているので、それもまとめて見てみてください。はい、ということでね今日は以上にしたいと思います。最後までご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。